ノアの箱船貝は、船貝科に分類される2枚以外の一種。地中海から大西洋東部に分布する。船貝族アルカのタイプ種で、船貝族は、船貝カーセデイのタイプ属である。したがって、本種の特徴が、船貝族と船貝科の基準となる。俗名アルカは、ラテン語で箱の胃、ノアエは、ノアのマイナスの胃で、学名全体で、ノアの箱船の胃。 英名や和名もこれにちなむ。別名、ノアの箱。殻は前後に長く、拡張は普通 40mm から 70mm、時に 90mm に達し、最大で殻高 40mm、拡張 100mm ほどになる。付着生活をするため、周囲の環境によって殻形は変化しやすく、左右でも異なることがあるが、基本的には左右の殻はほぼ統計である。 拡張が前寄りに位置するため殻の前方は短く、後方が長い。特に1 0円と腹円の広角がよく伸びてその間はややえぐれるため、後端は弱いに冊状になるのが一般的である。本来は厚い褐色の殻側に覆われるが、腹円部以外の殻側は剥げていることがある。拡表彫刻は多数の放射薔と成長線とからなり、両者の交点は多少下流状を呈する。 殻色は褐色と白とからなり、それらの縞模様になるのが一般的だが、個体ごとに変異しやすく、全体に褐色のものなどもある。殻の腹縁には足糸を出すための感激があり、両角を閉じてもその部分は開いている。蝶つ貝は直線上。板に多数の細かい刃が並ぶ、多葉型で、例えば拡張80ミリメートルの個体で約100個の刃がある。 両角をつなぐ人体は、蝶次外のほぼ全縁にわたり、背面に平坦で広い人体面を形成し、そこに左右の人体が合わさったひし形を表す。左右の拡張は人体面を挟んで広く離れている。角内面にはほぼ同大の前後の平角筋根があり、外灯膜は水管を形成しないため当線の晩入もない。筋肉は前後の閉角筋が目立ち、 他には前を収む足筋と、船外類の足糸は、名前は糸であるが、実際には繊維同士が束になって、太い根っこのようになっており、改善体を岩などの基盤に強力に固定する。外藤膜炎は、外しびラと、内、中シビラの二段構造になっていて、内、シビラと中すりは、明瞭に分化していない。これは二枚以外の中でも、 比較的原始的な形態だと考えられている。外頭幕外シビラの内側には多数の目点を備えており、明暗を感じることができ、外敵などの接近で急激な明るさの変化があれば、殻を閉じる。目点の数は特に後方で多い。海面の一種クランビクランビに覆われた生体一般には低潮えから水深119メートルまで。 もしくは長官体から水深200メートルまで、クロアチアのアドリア海では、長官体から水深60メートルまで生息する。日光が直接刺さない場所で、岩礁や石や貝殻といった着生基盤があれば、海域の低出を問わず見られる。単独でいる場合もあれば、意外科のモーディオラスバルバトゥスの足糸と絡まって、海上になって生活している場合もある。また、 しばしば大色の海面の一種クランビクランビに覆われていることがある。他の多くの二枚貝同様にろ過食者で後方から海水を取り込み、その中のプランクトンなどの有機物をエラでろ過し、さらに口の周囲にある新弁で選別して餌とする。クロアチア産のもので推定された寿命は15年から16年で漁獲の対象となる5センチメートル前後に、 成長するまでには3年から7年ほどかかるとされる。基本的には私有遺体であるが私有動体の個体もごくわずかに存在する。コンドルの破壊食用に利用され、地域によっては商業的に漁獲される。クロアチアでは過剰な漁獲によって資源量が減りつつあり、地域個体群の絶滅の危険性が増大している可能性も指摘されている。ありがとうございます。